ウクライナ国立美術館は、ウクライナの首都キエフにある、ウクライナ芸術を専門とする美術館である。1898年に古代芸術博物館として、コンペに提示された建物の正面の図美術館は1899年8月1日に、キエフ市立古代博物館として開館した。1919年6月23日に、 ウクライナソビエット社会主義共和国の政府の法令に基づいて州立美術館に改名され、1924年に全ウクライナ歴史博物館の起源は日付が付けられている。全ウクライナ歴史博物館のコレクションは1936年までに歴史的なコレクションと芸術的なコレクションに分割された。前者は、 現在のウクライナ歴史博物館の基礎となり、校舎は第二次世界大戦で損害を受けたと推定後1 9 5 3年に改名されたキエフのウクライナ国立美術館となる。ウクライナの独立後、美術館は国際的な地位に達した。そのコレクションは初めて国外を巡回し、オランダ、カナダ、フランス、デンマーク、クロアチア、日本で展示された。 中世の遺憾から、コサック時代の軍や、教会の指導者の肖像画まで、コサックママ愛の似顔絵を描いたものもある。現在の有名な芸術家の作品には、タラス・シェフチェンコ、イリア・レーピン、ウラジーミル・ボロビコフスキー、バシーリー・アンドレイエビッチ・トロピニン、ムイコラピモネンコ、ミハイル・ブルーベリ、ニコライン・ゲー、セルゲイ・スベトスラーフスキー、ミハイル・ブルーベリ、オレクサンドル・ムラシコなどが含まれる。 大きなコンクリート製のライオン像1898年に建築家ブワディスワフ・ホロデッキーがキエフ私立博物館のために建設した建物の中にある。それは実際政府の免許を取得できなかった才能のあるモスクワの建築家ペトル・ボイツオフの設計の焼き直しだった。建物はもともと芸術の常連客やアンティーク愛好家のための美術館として設計された。 建物の正面が伝えるの新古典主義建築のーリ屋敷とエンタブラチュアの6列のひさし型ポーチの正確な再現、トリングリフ、メトープとフリーズ芸術の勝利を描いた装飾。階段の上部にあるグリフォンと大きなコンクリート製のライオン像を特徴とする建築構成はイタリアの彫刻家エミリオサラによって作成された。 建物の建設に費やされたのは24万9000ルーブルで、ロシア帝国政府が支払ったのはわずか10万ルーブルでした。さらに10万8000ルーブルは、キエフに西洋東洋美術館を創設したテレシチェンコ家によって支払われた。最初は、1階にボヘミア王国からキエフに移住した、ロシアの考古学者、バイコンティ・クボイカのボヘミア王国の展示があった。博物館は、 1904年12月23日のクリスマス直前にニコライ二世皇帝のキエフ工業を芸術科学博物館として正式に開館した。博物館の最初の館長はミコラ・ビリ・アシフスキーである。今日、美術館は展覧物を拡大し続けている。いくつかの新しい追加の展覧物にはキエフ生まれの国際的なバイオニアカジミール・マレビチ。 ニオルセイ・ギオルギオスのイコンのレリーフが作品が含まれる。現在の展覧物には2万点以上の作品が含まれている。多くの作品の中には、現在世界的に有名なロシア構成主義者のバシリー、イエルミロフとロシア未来派のアレクサンダー・ボゴマゾフの作品がある。ウクライナ側は、次のような有名なウクライナとロシアのアーティストの作品で表現されるダビド・ブルリュク。 アレクサンドラ・エクステル、バディム・メラー、クリメント・レッドコ、ソロモン・ニクリティン、ビクトール・パリモフ、マハイロ・ボイチュク、ムイコーラ・プイモネーンコ、イリア・シュティルマンほか2014年4月26日、ヤヌコビッチ前大統領の自宅から回収されたアートが美術館に展示される。現在、美術館はソ連の全体主義時代の非公式の芸術作品を収集している。 コレクションズ、ウクライナ国立美術館。2021年2月28日閲覧。ゼー、レプレゼンタティブス。ウクライナ国立美術館。2021年2月28日閲覧。A.B. ヤブトゥシェンコ1982、ヤニブ2010、レッチェカド1966、P143、特別展、ウクライナの司法スキタイ黄金美術のきらめき。 大阪歴史博物館、www.museum.or.jp スラッシュ。2021年2月28日閲覧。企画展、ウクライナの司法展、スキタイ黄金美術のきらめき、山梨県立博物館。http コロンスラッシュスラッシュ、www.museum.pref.yamanash.jp スラッシュ。 2021年2月28日閲覧。ズロックの販売広島県立美術館。2021年2月28日閲覧。ビクトール・ヤニカウィッチ、S アートコレクション・ゴーズ、オンディスプレイ・イン・キエフ。BBC ニュース、https、www.BBCCOUK ニュース。 ワールドヨーロッパ -27169369 ありがとうございます。